ちょっと下にめてないや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 怒ってないですか知花さん。<laughs> <laughs> 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 リちかの「レッツ深呼吸」と、はい、いうことで、えー、火曜日の6時、えー、回りましたなんか先週から、うんあのー、去年の暮れと違ってなんか明るくなってるよね,ねなってきてますよねやっぱり、あのー、徐々にね、あのーうん、春に近づいてるっていうか、うん、ちょっと前まではもうこの時間ね、うん、暗かったのにまああのねリスナーさんはあの全国にいらっしゃるんですけど沖縄の場合ね 桜祭りは、もうそろそろでしょ。うん。そうだ。ね<え>。そうですね。あの、名護桜祭りって言って、えー、北部の方でね、うん、あの。まあ、非関桜、ははい、沖縄の場合は。まあ、あの、県外内地の、あの。ソメイヨシノとか、ああいうのとは、ちょっと違う、うん、あの。パラパラ、こう。ちっ 花びらが、ね、散るような桜じゃないんだけど、ね、びっくりしましまた内地に行って初めて桜を見たときに、沖縄の桜しか見てないから、うん、なんだろう、桜はピンクだとばかり思ってたんですよ。まあ、ピンクのもあるけどあの、あんな大きい木だと思わなかったんですよ。うんうん、沖縄の木って、なんかちょっとちっちゃいのに、<ー>ポツポツとなんかう、ねうん、ピンクのやつがついてて、ね、で、大きい木で桜、白じゃないですか。 あの、あれ、あれびっくりしました。白じゃないんだけどね。あ、そうなんですか。うん、あの沖縄の桜の方が、うん、あのピンクが強いだけで。あの内地のこの、ソメイヨシノとかは、あの薄い。薄いピンク、ちょっと白っぽく見えるけど、うん、薄いピンクなんです、ね、よ。そうなんだ。うん。あれはやっぱり、あの、僕もね。えー、まあ、大学が福岡で、で、うんえー。まあ、入学式って、4月。 頃じゃない,はい、はい、3月4月ねあの入学卒業シーズンだけど、うん、その時に行ったらちょうどあの駅から大学の入り口まで、うん、ものすっごいでっかい桜木の桜並木がバーってあってそこ一面がさ、うん、もう本当にあの薄いピンクの絨毯みたいにブワーってなってあの毎日あの。毎日あの 桜吹雪なって,てもう本当にあの映画とかさ、うん、漫画で見るようなああいう感じだったからすごい感動したことを覚えてるね沖縄のはあんなじゃないですからね一応あの花びらが散らないからね、うんまあ,あ<の>ピンクで綺麗ではあるんです、ね、そのままぼてって落ちないあれ、うん、そう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  <laughs> なんか、ね、そうそうまああれもあれで綺麗なんですけどね、うん、ったの花吹雪みたいなこのねそう あれまた、下にね、花びらが待ってるじゃん。で、風が強い時は、またこれがばーっと、ま、舞い上がっていこうけ。はいはいはい。これもまた綺麗なんだよね。いいですね。もうそろそろね、はい、あの、まあ、まだまだ寒いんだけど、県外の方はもう。えー、昨日。一昨日ぐらいから、大寒波が来てね。うん、そうですね。もう、北国の人はもう、雪下ろしとかで、大変な。 場面がニュースとかでねしょっちゅう流れてて、てなおかつ田舎の方はさらに雪深いじゃない、うん、で高齢化してるじゃんはい、はい、あ若い人がいないからうもう7080のおじいちゃんおばあちゃんが、うん、この雪かき雪下ろしやってるわけよ大変これ街のなんだろうこういうこいボランティア的なものとかないんですかね いやもう人自体が少ないしそう,いうことかもう若い人はみんな街、都会に出ちゃってるから<ー>すごくだからこれ、深刻な問題だと思うんだけど、ね、そうでですすよよね大変沖縄だったらねそんな雪に困ることもないし台風だったらヤーグマ家にね閉じこもってればいいだけなとだけど、まあねうん、だからあれ見てたら本当 これからどうするのかなっていう、ね、大変ですねこれちょっと考えなきゃですよね、うん、まあ最近のねあのまあ技術の進化でね、うんえー、屋根屋根自体が、うん、あの石油でこの温まって雪が積もらないように、あ溶けるうん溶けるやつがあるんだよ、うん、だけどこれあの石油使うから、はい、月 月月に万万って言ったかなもう,もうだからもう雪が深いところは、うん、もうずっとやってないともう一晩でそうですよね、うんうんうん、だからあシーズンで言ってたから冬のシーズンで10万ぐらいは使うとかっ,つってへえ<ー>大変だなと思ってさ大変ですよこの屋根の石油だけだよ中は、ま、暖房はまた別だからうん、うん、でもそれだけで10万でしょそうないな大変よねうん だかなり、まあ、沖縄に住んでるね、僕らは全くね、あのその辺は。あのー、想像つかないっていうかね、この雪の、雪の大変さ。は雪だ雪だって喜んでるんだけどね。そうですよね、<laughs> こっちはね、<laughs> 見れただけでも喜ぶんですけど。まあ、初めてね、県外で、雪を見た時、やっぱり感動したし。大雪降った時、あの雪だるまも作った。ね、覚えがあるんだけど。あのー、一回ね。 札幌を歩いてるときに、すすきの辺りを歩いてるときに、はい、友達でね、友達とこの旅行行ったときに、でっかいお寺の,あの横を歩いてたわけよ、歩道を、うんはい、普通に歩いてたら、で僕、あの4人で行ってたんだけど、はい、僕、ちょっと後ろ遅れて歩いてたわけね、うん、で3人前にいて、でなんとなく上を見上げたわけ。はい そしたらこのでっかいお寺の,この屋根のところにもうすごい盛り上がっててこういうふうになってるのがあって雪がねあのまあこういうふうにラジオで分かんないけど雪がもう盛り上がって,てもて今にも落ちそうな感じだったからなんとなくパって見てたら動いたわけこれが。おい、危ない、止まれって言ってからこうやったら何ってびっくりして止まってその目の前にボーっと落ちたわけ。 これ当たったらもうもちろん結構な衝撃だったからねですよね、うん、<ー>あれはもうちょっとねうん危ないもう後頭部から落ちたらやばいなって感じ、ね、ですよねうこういうのもちゃんとね気にしながら処理もやっていかないといけないですからねから雪の日っていうのはあの除雪とかさ、うん、あの札幌市内とかの雪雪 えー、トラックに乗せてどっかへ、うん、運んでいくじゃんあれどこに捨ててると思う雪えどこに捨ててる街中に相当雪が積もるでしょ、うん、これた,ただ除雪だけじゃだめだわけよもう歩道も歩けない状態だから、うん、あれ雪をこう大型トラックに4トントラックとかにたくさん積んで、うん、トラックがもうしょっちゅうこの往復してるわけあれどこに捨ててると思う山 山まで持っていくの？山も雪いっぱいあるよ。だから山に捨てる。<laughs> <laughs> いやあれね、うん、現場見たんだけど、はい、あの川に川に、うん、あのどんどんトラックがさ、ね、うん、えーってあの降ろしてた雪を。へえ、川か。うん。あの川はずっとこう流れてるから、はいはい、マイナス何度でも、うん、あのすぐは凍結しないわけ。うーん。 あの湖池とかは凍ったりするけど川は流れがあるからマイナス20度ぐらい辺りから凍ってくるのかな2030度と度僕が以前韓国に行った時にマイナス23度っていう時だったんだけどはい、はい、その時に <laughs> マイナス23死ぬわその時にもう100年ぶりぐらいにあのー。 韓国ソウル行く手前のね、うん、インチョン空港からソウルに行く時の大きな川があるんだけど、うん、その川があの凍ってたって言ったね相当ぶりにあ<そ>じゃあ川が凍るっていうのは結構もう相当なんだ、うん、ああいう動きがある水がね凍るってい滝とかもそうだよねうん、うん、滝が凍ってるところもあるじゃん、うん、ああはいはいはいそうだね、うん、だからまあね すごい内地の方はね、うん、北海道はマイナス2何度のところも考えられないあったしね、うん、いや沖縄でえー、っと昨日あたり最低気温13度でブル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 してるもんね、はい、<laughs> 本当にもうねもうこうマイナスの世界がわからない <laughs> 地下はあまり経験な,んでないんだそう、まあ、名古屋にも2年半ぐらいいたんですけど、うん、名古屋はそんな積もるほどは 降らなないいじゃないですか、ねうん、だからそういう大雪っていうのはまだ、うん、体験したことないまあね、あのー、いずれは、ね、どっかで体験すると思うし、はいうんね、まあ昔の人はね沖縄に住んでる昔のおじいちゃんおばあちゃんは、うん、もう80歳。 まあ90歳になるまで生まれて一度も行き見ないで亡くなられた方もたくさんいるじゃん昔の人は交通の便が今とは違うからまあ今の現代人はね、うん、もう小学校あたりから親がディズニーランドに連れて行ったりとか、ね、ナイね行ったりとか本当にまだ一回も行ったことないけどしゃマジで <laughs> ディズニーランドままだなないっす <laughs> マジ<な>、はい、何またちょっとそのの辺はじゃあ CM 明けてねまた今日はあのゲストないんで、はいえー、年に、ね、数回しかない貴重なゲストなしのな2、はい、二人のトークを、はいえー、楽しんでいきましょう「えー、FM ギノワン列深呼吸」この番組はオーシャンビュー・ネイルカフェここレジャーホテルかくれんぼクラブの提供でお送りいたします。はい したらあの本当に自分のご褒美的なもので生きたいって二人はさちょっと違うよ違う生きたいんだろおもうからしさいやピコ太郎は興味がなかったちょっと遅れただけです遅れただけあ写真撮りますあはいすみませんはい、行きますはいチーズはいオッケーですでもピコ太郎知った時きはびっくりしたでしょこんなにも有名なんだそうですよびっくりしたでした知らない自分が恥ずかしくなかったいやそこまでですよ行きますはいチーズ はい、<laughs> あんなに世界的な有名なのにさお <laughs> 知らないって言った時本当にびっくりしたよあんまあねテレビとか見る時間がねディズニーランドも行ったことないそうですユニバーも行っておきたいです、ね、もうここまで来たら意地にならない違うもう意地になってるわけじゃないもう絶対行かない <laughs> うん絶対行かないとかじゃないもうさ行く人もちゃんと選ぶし<ー>もう自分の 本当にご褒美っていう感じで生きたいじゃあおばあちゃんになってからもう30代にないにいく大丈夫それはそうだうん大丈夫まあねまあでもディズニーランドとかディズニーシーもどん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 進化していってるからさねえこれ見るたびに夢は広がってくるんだけど沖縄に来る話はどうなったのってね来なくても大丈夫じゃん誰が来るって言ったの 誰かも言っってなた違うあれは国会議員とかが選挙に出るときに自分が当選したら将来普天間基地返還されたその跡地にディズニーランドを誘致するとかって公約みたいな言うじゃんあれはだって本当かどうかわかんないしその人もね言ってるだけでその人の。 独断で実現できるってことないからさ。みんなバカたれじゃないですか。じゃあもう。だから、もう言いたい方でさ。<laughs> うーん、じゃあ、こないんだ。いや、わからんよ、これは。うん、来るかもしれないし。実際。だから、普天間基地が。あの、返還されて。うん、辺野古に行ったら。あの、ディズニーランドじゃないけど。うん、ディズニーリゾートはできるわけ。ああ、うん、これはもう。OK もらってるわけ。あ、そういうこと。うん。ディズニーゾ。ー。リゾートは。うんうん あの周辺のホテル群とか、うん、あのちょっとランドとはちょっと違う、うん、ああそういうことかそうそうそうランドとは違ううんランドはじゃあよし行こうね行こうね <laughs> それができてから <laughs> それが <laughs> それだって30年後じゃない早くてええー、5秒前です 陸ちゃん、何回行ったという、はい、ことでね、あのー、もうオープニングトークでまたびっくりした。<laughs> 前回の,あのピコ太郎の第2弾かと思うぐらい、ね、なんでなんかねもうそういうちょっと2人がディズニーランドディズニーシー行ったことないもういいじゃないですか特別な行くってば今から特別な人としか行かない <laughs> 今から行くってばもう泣きそうになってきたね恐ろしいねえいくつなの今え君はまだいいじゃん チーちーは30代のうちに行く連れてって誰か <laughs> いやあの、まあ、僕は東京でね仕事バブルの時にバブル景気の時に仕事してたっていうのもあって、うん、あの近かったからあのそうだね 8, 8回ぐらい行ってんのかなええー、マジですかなんかイラッとするね 見たよ今の顔。<laughs> う別に別にどうや顔してないさ。知ってたよ今ね。<ー>えー、でもそうですよね。みんな結構何回一回で止まってる人いないよね。まああのだから一回行ったら楽しさがわかるから、うんうん、でリピートしていくし。うん でまたあのだからねディズニーランドディズニーシーってリピーターも多いしこの年間パスポートとかさ買って安く利用してる人も多いぐらいであのまたあの行き慣れた人はまたノウハウみたいなのがあってえもう並ばなくてもあのこのアトラクションっていうかあれ行けるようなこの方法とかあ,るはあったりするわけさ。 時間帯とかかじゃなくて細かくて細言えば、うん、あのもう事前予約みたいな形でやっといて<ー>でそこでスースースーってって並ばずにいけるようなこのやり方とかあるわけや。ネットでこう見てみたら分かるけどそういうのとかコツが分かってきたらまた楽しめるしこの間,、まあ、この間とか年末年始あのすごい混んでたらしいんだよ。うよ、ん、ディズニーランドもシーも。はいで USJ もね、うん、だってもう休みだからもう全国から来るじゃないうん、うん、里帰りしながらとかね、うん、でそういう時ってもうあの一つの何かね、うん、あ,のあれ乗ったり入ったりするために23、うん、時間並ぶとかさへえ、うん、これ普通だよ年末年始マジですか結局ももうい約半日以上ディズニーランドにいても うん、2>, あのふ2つ3つ多くて4つ1つまでしか乗れなかったとかそうだねだから行かないわけ <laughs> <laughs>、まあ、いやこれもねタイミングによっては、うん、だから夏休みとかこの冬休みシーズンじゃなくて、うん、シーズンオフの時の平日とかさうん、うん、そういったのをあのところに行けば少ないじゃん,うん,うん、うん、まあまあそうだねいろいろだから 行くにつれてあのノウハウっていうかさ、うん、楽しみ方がまたさらにね、えー、深く分かってきたらまた行きたくなるとかね。独特なねあの雰囲気があるんだよね。うん、あの夢の世界であの非日,日常的な空間なわけ。うん、こういう道路とかさこんなんじゃなくて、うん、もう。 もうなんか作り全部作り物なんだけど、うん、もう橋とか道とかあのいろんなものもね、うん、だけどもう本当にあの生産に作られてるっていうかさうでゴミ一つ落ちてなくて、ね、よく言うじゃんこの,あのあれゲストと、はいえー、なんだっけその働いてる人は言うじゃない。うん、でもうちゃんと もう掃除もね楽しそうにこういう掃除したりとかさでポップコーンもうまいしさ行きたいなあ,あ誰か連れてくれないかなうんもう近々行けるんじゃないチーカちょっとずつこう女子力上がってきてるみたいだしんねえ、うん、行こうね <laughs> 誘ってる女子力上がってきたらなんかおっぱいとか大きくなるの いや多分変わらないと思います。ま <laughs> 一生、違うも思ったわけ、OK、<laughs> 大きくなるかなって、全然変わらない。<laughs> あそうもうね、誰かちょっと教えてほしい、この、おっぱい大きくなる <laughs> いるだろう、いっぱい周りに。じゃあ、ね、ほんとに最近、も反りつつあるんじゃないかなってある、ほ <laughs> <laughs> 本当に。もう変な話、もう、寝そべってのも乳首がぺっっていう感じだから、<laughs> 泣きそうになるよね。<laughs> えー <laughs> いや、何の話や今ああそません。じゃあきさんから振ったらいいね何かいきなり弾いてるからびっくりしたけどまああのディズニーランドディズニーシーもねえまあ行った方があの何ちゅうかなこのいろいろこう幅が広くなるっていうかいろんな見聞を広げた方がさうんうん。行く。 あるじゃ、ね、この京都にまだ行ったことがないとかさは富士山行ったことないとかさ、はい、日本人であればやっぱね、うん、行ったほうがいいしさいろいろあるよね東京行ったら浅草行く東京タワー登る、うん、スカイツリー登るとかさ、うん、沖縄来たら美、ね、ら海水族館行くとかさとりあえずはこのね行、えー、くべきところは行って。 ねでそのあ後にちょっと下町のところ行くとかさ東京だったら屋形船乗るとかさああやばいね屋形船やばいねあれ最高よああ乗りたいいくらぐらいするんですかあれえっと一人僕らが乗った時は5,000円ぐらいだったけどあのもう屋形船の中で天ぷらその場で揚げて天ぷら食べたりとか。 で鍋があったりとかビール、お酒今だったらも熱燗とかもね飲み放題セットになってるわけうこう遊覧しながらねフジテレビの,このお台場のビルがあるじゃん、うん、球体になってるのとかはい、はい、ああいうところとかさあの辺をこう回ったりとかしながら<ー>でお酒飲みながらみたいな屋形うう、うん、船にこう提灯が、ね、ぶら下がっててみたいな感じで、うん、あの夕方の遊覧みたいな。 あいいですね、うん、夏場だったらもう花火見ながらとかさ、うん、やばい、うん、ライトアップしてすごい綺麗なんだよまた綺麗に見せてるわけ遊覧しながらとかねであの桜のシーズンになると、うん、この花見桜花見遊覧があるわけ、うん、これがまた綺麗なんだよねあ夜海からこの桜の木語ライトアップされてるとがめっちゃいい最高だそれがいいりキさんちがうか。 行くでしょね、うん。それがいい。ディズニーランドよりは。はい、それがいい。これもね、本当にあのなかなかね、あの沖縄の人ってまあ東京に行く人も多いんだけど、うん、この館船に乗ったことある人、ね、な少ないでしょ。うん、少ないんだよ。うん、だからあのまあ、とりあえずはあのお台場行ったりとかいろいろこう東京行ったら渋谷行こうとか原宿行こうってあるけど、あのまあいき慣れたら その裏技じゃない裏のね裏東京というかさうん、うん、もっと深い楽しみ方っていうのが、うん、この浅草にあったりこう下町にあったりとかうん、うん、こういうね屋形、えー、船乗ったりとかさ、うん、いろいろ楽しみ方はねうん、うん、あるんであの、まあ、今はもう情報化自体ネットをねググれば、うん、あのいろんな情報は ね、入ってはくるんだけど、うん、<coughs> どうすれば予約できるかなとか、うん、いつのシーズンがいいかなとか、うん、あの何人から利用できるのかなとかね、うん、こういったのもお問い合わせすれば、まあ、大体お台場の、あのー、こ屋形船は、えっと、新橋新橋辺りだったかな新橋あの辺から出てる新橋よりちょっと。 えー、どうかなあんそんなじゃなかったな1時間ぐらい回ってくるような感じかなご飯食べながらって感じなんですかねうん1時間半とかもうがっつり食うとかじゃなくてねうん、うん、もうちょっと酒飲みながらほろい気分でみたいな、はい、1>, 1時間半ぐらいだったかな僕らやったの。 へーうん、あれはあれでまた楽しいしねうんいいですね、うん、まあ旅行はもう趣味でね俺も本当にあちこち行ったけどね力さんもどこの人か分からんぐらいになってるからねまああのまあ沖縄も内地からしてみればもう遠い島みたいな感じじゃんで沖縄を中心に、うん、あのこの円をさ描くと、うん 日本が入ってで台湾とか中国とか、うん、香港とか、うん、韓国とかこう入ってるじゃん、はい、だから沖縄から東京行くよりも、うん、沖縄から香港とかさ東京香港間まあや約近いぐらい同じぐらいの時間で行くからさ台湾だったらもう40分とかそのぐらいでしょだからら本当にあの僕らが えー、福岡行くんだったら1時間半でしょ、うん、だ福岡行くよりも台湾の方が全然近いじゃん、うんうん、あなんかかっこいいね <laughs> すんげえかっこいい、うん、福岡行くのと韓国に行くのと同じ距離ぐらいほ<ー>で東京に行くのと香港に行くのと同じ距離ぐらい時間も、うん、へーだからそ,うなんだそれ考えると全然あの近いんだよアジアって、うん、そうだね、うん、すごこんなして聞くとかっこいいなんか、うん、いやいやもう今もうグローバル化してるから、うん もう若い世代はもっともっとあのそういう感覚であのー、本当に気軽に行ってるうん、うん、もう台湾にヤムチ中食べに行こうみたいな感じで軽くね行ったりとか <laughs> ちょっと待ってどういうこといや安いのにだって <laughs> マジですかもう LCC でもう安くできるじゃんああそれそうだねそれ考えたらうん3800円とか坂田道パスポートが多分十分今年で切れるんですよねうん それ切れる前に一時間とね、これね。五年もの。十年ものです。あ、十年もので切れるんだ。はい、どこ行ったの、十年前。十年もの。あ、まだ切き、あ、多分切れるな、えっ、ー、と、どこに行くと時に作ったとか。とマカオ、香港マカオ行きました。おお、カジノやった。カジノね、やってみました。したら。 当たっちゃってね。ええ。びっくりしました。いきなり周りがなんかピカピカ光り出すから。えな何これみたいな。いくらですか。とりあえず出てくるからまあ換金したら八万円ました。八万円？八万円。ああ。すごくない？ビギナーズラックってやつだねこれね。でももうこういうのは全部お土産に使ってしまえと思って。あ、はまらなかったんだ。もうやめました。正解だね。だってわからないからいくらとかそういうのも。私周りが見てるから余計に怖いんですよ。無事に帰れるかなとか。 そうそうあれねビギナーズラック僕もあのー、ラスベガスでやっちゃって、うん、で二回目ラスベガス行った時に、うんえー、どのぐらいかな三十万ぐらい負けたかなえー、なんえー、<laughs> そんなえー、<laughs> 最初行ったピちょっとごめんねバカじゃないバカ <laughs> であもうだからそんなして、うん、あのまあ、パチンコとかもそうだと思うんだけど。うん もう1回当たっちゃったらもうはまっちゃって、うん、もう10万20万でつぎ込んでしまったりとかいやいや<業>旅行先だったらもうね買えるよいやあのたまたまさ、うん、初めてラスベガス行った時にあのバブル景気の時の、うん、え東京で勤めてた時のこの社員旅行だったんだけどうん、うん、1> で <laughs> 1週間ね <laughs> あの ロス経由でラスベアス行って、はい、でラスベアスで200だったかな、うん、でその時にあの小塚あまり持ってなかったっけけその時、うん、で小塚なくて、うん、で最初はみんなであのディナーショーっていってでっかいあの広いところで、うん、もう階段式になってるんだけどだんだんのでそこはテーブルも全部椅子もあるわけ。うんうん テーブル椅子があってだからものすごいでっかいあの劇場みたいになっててそこでディナー食べながらその頭の上をあのオウムみたいなのがバーって飛んだりとかさマ,マジックショーとかもこんなしてディナーショーがあるわけでそれをみんなで楽しんでその後にあのにもうそこの。 劇場出たらもうそこがカジノだう、うん、もう出たらカジノともう連結されてるわけさうん、うん、でみんなお金持ってる人たちはもう食事も半端が見して、うん、もう酒もそんなに飲まないで、うん、ジャンっても置いてもすぐカジノにみんな出てたわけで僕ともう一人の人はお金ないから、うん、もうたっぷり飯食べて、うん、<laughs> もう1時間以上たっぷりご飯食べて美味、うん、しいの もうねみんなが残した美味しいの食べて「うん、おロブスターや余ってるじゃん食べよう」とかさ「うん、おステーキ食べよう」って、うん、で酒ももうそこにあるの全部飲んで<ー>お腹いっぱいになって、うん、でみんなとだいぶ遅れてカジノに行ったわけよ、うん、そしてみんなやってるわけスロットマシーンからルーレットかいろいろやってて、うん、であのあ今ちょっとね切れちゃったからそれで。 でその後ねもう行ったら「うん、どうのどうなってる?」買ってるのとかって、うん、あの聞いて回ったわけさ、はい、そしたらほとんどの人がもうほぼ全員負けてたわけ「うんうん、いやー6万負けてる」とかほんのちょっとの間だよ、うん、もうそれこそ30分40分遅れて行っただけにもう6万負けてる8万負けてる10何万負けてるって「えっ!?」ってバカじゃないのと思いながらさ、うん でそんなに負けるぐらいのお金も持ってないから、うん、ずっとずっとこう見て回ってたわけ、うん、どんなあのところが出てるかなとかさでぐる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 見て回って、うん、すごい出てるところの横についてたりとかさ「うん、すごいね」と思いながら見てたりでまあ,あのお酒とかカクテルとかは安いからそういったのを飲みながら歩いてこう見てたらさはい、はい、あるスロットマシーンのところで。 もう本当にアメリカのおばちゃんみたいなもうね、うん、1ね0 4 0 5 0キロありそうなもう大部のおばちゃんがスロットマシンガ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 ン出してるわけや<ー>でこれ見てておーすっげえ出てるなーと思って横で見てて、うん、たくさん積まれてるわけ箱がうん、うん、おおすごいなーって見てたからえっ、ー、ボーイーみたいな感じで、うん、あやるかーみたいな感じうん、うん、言ってたから。 とかっつって「おチェンジチェンジ」っつってから「えマジっすか?」もう自分はフィニッシュするからっつって今出てるなもう帰ってこっちやったらいいよみたいな感じででまあずかなお金でそこをやったわけそしたらすぐ当たっちゃってでそれが連チャンでまた当たってからさでまあ立て続けにバーって出てそれ両替したら6万円ぐらいあったわけほう だからおお6万儲かったと思ってもうそれ以上突っ込もうとも間もなくさこの6万で残りの,あのまた社員旅行うん、うん、楽しめるなと思って、うん、で明日の朝もコンペがあるし早いし、うん、あの部屋に帰ってちょっと部屋で、あのーね、お酒飲んで寝ようと思って、うん、一番最後にあのカジノ会場に行って、うん、一番最初に俺部屋に帰ったわけ。 いいっぱい、ね、飯も食ってるし、うん、で6枚も買ってるし、うん、で部屋で、あのー、買ってきたねお酒こう飲みながら、うん、こう最高もうものすごいあのでっかいこうガラスの一面張りの部屋だったわけ、うんうん、これシャーって変えて開けたら、うん、もう何ちゅうかなあそこラスベガスって砂漠だから、うん、ちょっとこのグランドキャニオンが近いから、うん、あのもう山,山のところにこう。 あの淡いこの紫の光みたいのがあって、うん、で目の前にでっかいプールがあってヤシの木がバーってって<ー>すごいあのおしゃれなこのロケーションだわけでそこであのお酒飲みながらさ、うん、こう左手を腰にあって、うん、いやーらすごすぎなーってだから一人で浸りながらさ <laughs>、うん、よし明日のゴルフのために寝ようってって、うん、で 本当にもうみんなより先に寝てあれって24時間やってるからさカジノ負けた人どんどんどどんん朝方までやってる人もいたわけもう60万80万負けてる人よ、後で聞いたら彼らは夕飯もろくに食ってない寝不足お金も負けて撃沈してるその状態でゴルフコンペ出たわけさ。 で俺はもうね元気いっぱいよそうだよね勝ってるしも気分もいいし <laughs> でコンペ出たら優勝へ<ー> <laughs> 優勝しちゃってなんでそういうラッキーボーイなんでだから <laughs> ものすごい最初の <laughs> ラスティベースの旅行が、うん、もうとってもいいイメージだった俺はカジノでも勝ってしてもう、うん、コンペでも勝つわみたいな、うん、もうだから どどんどん小遣いがたまっていってもう帰りは時計買ったりとか自分のお土産買ったりとかしてあの日本に東京に戻ってきたんだけどそれが24歳の頃かな若い時でまあバブルも崩壊してで沖縄に帰ってきてで沖縄でまあ,ある団体に属してる時に。 まあ、青年会議所というところなんだけどね、はい、そこの,あの世界会議がラスベガスであるっていうことで,で福岡まで行って九州チャーター機で JAL、うん、のチャーター機で、うん、え直接ラスベガスに飛ぶっていう,う、えー、ことがあったんだけど、はい、その時にい2回目、ね、のラスベガスだった時にうん、うん、1>, 1回目の,あの,、ね、あの経験があるから、はい、もう調子こいて、うん、あそこね恐ろしいことに。 あのもうクレジットカード持ってたらいくらでもお金貸してくれるわけ、うん、キャッシャーに行ってあのカード提示してサインすれば「うん、はい10万はい20万30万」ってどんどん出してくれるわけ、えー、怖いだからもう負けたらまた10万出してきてとかまた負けたらまた10万出して,て、うん、もうガンガンもう飲み物や安いからジントニックはもう2つ3つとかってまとめて頼んで「うん、はいチップ」って。 あのバニーちゃんみたいな人に、ねうん、渡して頼んで僕これ飲みながらガンガンやってさ映画の世界だねもうそれでねうん30何万かな負けて撃沈してさ <laughs> うわーってもうこれ以上やったら危ないと思ってうーん、まあ、超バカだからいい経験と <laughs> <coughs>、ね、変なまあ悪れいけんけっていう、ねうん、ちっちゃいのもまた当たった,とた,ったことあったけどねうん、うん、あれスロットマシーンって あのいろんな掛け、えー、金,金によって違うからさ1ドルのスルットバシーンもあれば1回10ドルのやつもあるし、うん、3050ドルとかさそのランクがあったりとかするからそういうの何も把握してなくてくのあの時 1>, <laughs> 1ドルのやつ、まあ、一番安いやつでや、ね、って。 バーって当たったわて当たってガーンって出るかなと思ったら、うん、もううんって回ってるだけうん、うん、そしたらそこのスタッフが来て、うん、サインだけして、はい、もう小銭がバーってたくさん出てもあるじゃん、うん、だからサインだけして、うん、で後で換金するような感じだったわけよあっじゃあ <laughs> 何も出てこない出てこないであの これが、ま、あのサイレンみたいなのが、うん、深いサイレンがこうついてくるくるっとうーんって回ってるだけ当たりましたみたいな感じで「セブンとかってじゃあ「ンが1回出たらいくらっていう感じってこと、うん、そうそうもう一発で出るような感じだったねラスベガスかあ、うん、まあね本当に、えー、沖縄で僕のあ知ってる、まあ、ある会社の会長さんなんだけどね、はい、若いんだけど、うん この方もすごいギャンブル狂でよくラスベガスにのカジノに行ってたらしいこれはギャンブルをやりにやりにで行くたんびに数百万とか数千万とか負けてくるわけよなんで会長さんでお金あるからじゃあお金あってもよでラスベガスのこの常連さんになるじゃない例えば ホテルもね、あのホテルには必ずカジノがあるから、はいねえー、MGM とかさ、うん、あのベラッジョとかいろいろいろ,いろんなフラミンゴとかいっぱいこうホテルがあってそこの下にはもう必ずカジノがある、うん、で多分この会長さんもいつも同じホテルの,そのカジノ行ってたと思うでもう常連客ってあのチェックされるから、うん、そこのホテルに。うん そしたら何度かこのカジノえ何年もね通ってたら後々招待状が来るらしいんだよラスベガスから招待状が来てでこのラスベガスのこのホテルからの招待状はえと飛行機代とホテル宿泊ただへえマジですか飛行機もホテルもただで呼ぶわけうわ行っちゃうじゃんその人はまたからただで ね、あのラスベガスまで行けるし、うん、あの高級ホテルもタダで泊まれるし、うん、でその分浮いた分あのゲームしてくださいよっていう感じで世界のこういう人たちをラス,ラスベガスのこのホテルの人たちはチェックした人は招待でタダで呼ぼうわけうんでお金使ってくださいってやるわけまあ実際ラスベガス行ったことある人は、うん、<laughs> 分かると思うんだけど、はい あの宿泊も安いし、うん、食事も安いんだよねうん、うん、で賞も安いんだよ、うん、シルク・ド・ソレ言うとかさいろんな賞があるんだけど、うん、ああいった賞も安いし、うん、あの浮いたお金で食事も安いから、うん、宿泊も安いから浮いたお金で家事のゲームしてくださいゲームで楽しんでくださいっていう考え方があのラスベガスの考え方か他の物のは全部安いんだ あの基本的にあの飯とか宿泊とかそういったのはもう安いえ<ー>、うん、でアメリカ一、うん、え何ちゅうかな裕福なシティだわけうん、うん、一番お金持ってるうん、うん、だからラスベガスにあの住んでる人もいるわけさ、うん、ちょっと郊外行ったらあの高級住宅街とかいろいろあるんだけど、はいえー、ラスベガスに住んでる人もいるわけ 住んでる人たちはあの水道代がタダだったり電気代がタダだったりいろいろこうあのインフラ関係がものすごく安いわけ、うん、この<ー>ラスベガス自体が儲かってるから住民に還元還元したわけさ住民もギャンブラーなのかな、うん、まああのあるから遊びに行くんじゃない <laughs> <laughs> 全くやらない人とかもいるかな。 中にはいるかもしれないけどでも、カジノに住む意味がないじゃん。でも向こうっていろいろね見るだけでも多分楽しめますよね、うん、まあね、最近はあのうんそうねあのベラジオホテルの,あの噴水のねショーとかああいったのもすごいあの大迫力でさ無料で見れるショーとかがあるんですよね、外とかにもいろいろあったりとか。 あとそのラスベガス内の僕らがやったゴルフ場は、うんえー、ゴルフ場の中にあの別荘があるわけうん、うん、家がこう立ち並んでて、うん、だからバーンってファーって OB やったら、うん、その別荘にあ入っていくような感じのぐらいの <laughs>、うん、そのゴルフ場の中にこのあのいろんな家がたくさんあるわけさ、うん、そ,ううそういうところに住んでる人とか。うんうん でちょっと行けばラスベガス空港からセスナで一、えー、人5000円ぐらいだったかな、うんでえー、グランドキャニオンの、うん、この上からセスナ空欄飛行ができるかなへいくらってへ8人乗りとか、ね、10人乗りぐらいのちっちゃなセスナ機、ねうん、あの最初、体重計に乗るわけみんな。うんうん 飛行機のバランス取るためにあなたどこ座りたいあなたどこ座りたいだから俺もう大きかったからパイロットのすぐ横あの副操縦士が座るところの真ん前だわけさ真ん前でビップで怖いんだよ真ん前だからグワっと頭からずっとグランドキャニオンの谷にずっ急降下で落ちていくときにそう自分から落ちていくような感じだから自分の方からめっちゃ怖いんだけどしかも。 ボロッチせつのでさ、うん、大丈夫かよこれ <laughs> と思うぐらいだけどまあ大丈夫、えー、あのパイロットがあのベテランだからって言ってるけど、うん、いやそういうもんなんじゃないんだよって、うん、<laughs> 故障してね落ちたらどうすんだよって感じだったけど、うん、いいなだからまあそういうねあの楽しみ方も結構あるしね、うん、あのグランドキャニオンっていうの、えー、生でね、うん、あの空気の中っていうかさあれを見た方がやっぱり 人生観が変わるってよ,、うん、よく言う人がいるさ。うん、このあのカナダのオーロラ見,見てから人生観が変わったとかさ。オーロラめっちゃ見たい。うんグランドキャニオン見て変わったとか。うん、いろんなこの地球のこの壮大なねスケールの大きいところ見たら、うん、なんてちっぽけなことで悩んでたんだろうとかさ。あるよあるよそういうのもあるじゃない。うん、だからこういう見聞っていうのはね広げた方が、うん、あの。 この豊かになだって、ちっ名古屋に行っただけでそう思ったもん。本当に、じゃあもう、だってさ、沖縄からだったら、移動手段が全部飛行機じゃないですか。<laughs> でも名古屋に行ったら、え東京も、え電車ですぐ行けちゃうみたいな、あっ,ちこっち、ちあっ、電車に乗ればすぐ行けると思った時に、なんか、あなんで自分、あんな小さい、うんまね、島で、小さいことで悩、ねはい、んでたんだろうって、<ー>名古屋に行っただけで思いました。うん ちょっとねコメントも入ってますねチャ <laughs>、えーベラサイっていうヒロさんからとあと、えー、ニュージ J ゾンさんからあの「ギャンブルはお金持ちの遊びですよ、えー、何千万負けたと言えるくらい余裕があるってことです」って本当にね、えー、お金持ちの遊びでラ、うん、スベガスのこのカジノ自体も、うん、あの。 一番お金持ってる人たちが一番遊ぶゲームっていうのは、うん、あのバカラっていうゲームがあるんで僕らはもう全然、えー、ルールも何も知らないんだけど、えーうん、<coughs> やっぱ1回の掛け金,金がめっちゃ高いわけよ、うん、よく映画とかでなんか変な小っちゃいなんだろうコインじゃないけどなんか変なのを積んで出してるやつですかそれが、えー、1コイン10万円とかねえっ、ー、<laughs> そんなにするの、えー、下手したら1コイン100万とかさ そんなレベルであの遊ぶののバカラルームっていうのがあるわで、そこはもうあの本当に囲まれて別の人があの一般の人が簡単に入れないようなバカラルームっていうのがあるんだけど、うん、そこになんと知ってる先輩がそこに入ってゲームしてるわけ <laughs> で声は聞こえないんだけど、うん、もう。 世界各国の人と一緒にゲームしてるわけ、うん、商談しながらうん、うん、でこの人聞いたら5か国語ぐらい話してて<ー>この人の隣にはあのターバン巻、ま、いてるインド系のみたいな人がいたりとか、うん、石油王みたいなねそんな人がいたりとかして、うん、えー、え、そのえっ、ー、先輩あんなところ <laughs> あんなことやってんだと思って<ー>で知る人に聞いたら。うん もう5か国く話せるよとかさお金は、ね、あのもう皆さんがねよく知ってるあのうんと、ね、飲料会社の社長さんなんだよね僕らの大先輩なんだけどイニシャルイニシャルイニシャルってったらすぐ分かるよ <laughs> マジですかうんあの,あのええー でもな見た人もいるかもしれないからな、うん、えっと「U‐C」c ってやつ <laughs> めっちゃわかるじゃないですか <laughs> そんなマジですかそうそうあの UCC のね <laughs> あの絶対言うと思った <laughs> あの上島コーヒーっていうねえー、とこの上島、えー、先輩だったんだけどへ<ー>、まあ、まあそれも一つの経験として先輩もやってたと思うんだけど、うんうん あのねえー、上には親がいるし、うんまあ、いろんな世界を、ね、知っている人であんな5か国クも話せたら、うん、ああいう、ね、あの石油王みたいな、ね、王子様みたいな人たちともつな、まあ、がりが,できて、ね、がるし今、もうすごいんだよ、UCC って。うん、中国では、うん、スタバより人気があるのかな。マジですかもう,もうあの、うん 中国ではもう大ブランドがもう化粧品の資生堂とかこんな波へえ<ー>、うん、もうネスカフェとね、うん、UCC はもう不動の地位だねそうなんです。スタバよりめっちゃ儲かってる<ー>めっちゃ売れてるまあスタバもねあの、うん、中国でもどんどん出店してて人気があるんだけど、うん、ただあれはファッション性で 売れてるよよううななもんなんだよねねまああ一応そうです、ねうん、あのスタバのこのカップを持って、うんえー、まあ本当に1時間2時間で飲むくらいの勢いで、うんうん、僕はスタバを飲めるぐらいのステータスなんだよみたいなね気かるファッションで持って歩くみたいな、うん、そういうところがあるらしい、うん、やっぱりそうです味的には普通ですもんねほら タバって高い割には足がもう今もうコンビニでもさ美味しい子いっぱいあるしねうんうん逆にコンビニの方が美味しいんじゃないかなうん、うん、もうおかげでね缶コーヒーとか全然売れないらしいね今はね <laughs> 確かにあんま見ないねう、うん、だから時代がねどんどん変わってきてるしあのー、まあこの間ねジャパネット高田のあの高田会長はい 今ね一線から退いてるけどうん、うん、あの方が言ってたのはもう将来ね、うんえー、今コンビニ戦争が起こってるわけよコンビニ戦争セブンイレブンローソン、うん、ファミマね、うんでまあ、県外行ったらもっとたくさんあるけど、うん、サ,ーサークル系とかいろんなのあるけどそういったもうコンビニ戦争がもう一段落したら、うん、でそのコンビニの跡地っていうか。うん 半分以上は倉庫になるとかって言ってたね<ー>。まあだからいろいろ人口減少もあるし、流通物流も変わってくると思うし、で超高齢化社会になったらコンビニすら行かないわけよ難儀で。家にいながらあの宅配してくれるっていうのがやっぱ便利な時代になるし、もう何でももうパんぱパパって欲しいものはね。 あのピンポンで届けるようなもう時代にもなるし、いろいろこう物流関係も相当変わってくるからさ、もう時代とともにそういうのがあの伝えてきたりとかね。二十四時間営業も結構ね減りつつあります。いやもう完全になくなるっていうからね。それもあのえ食べる要は二十四時間営業のこのファミレスとかも。 食べる世代の若者がいなくなるじゃん。今少子高齢化だから。うん、で、その二十四時間の夜中働く働き,働きてもいないわけさ。<ー>働く人もいなくて<ー>食べる人も利用する人もいなかったら、はいはい、もうあけ空いてる意味はないじゃん。おじおばたちいなく行かないもん。うんうん、だからう完全になくなりますね。二十四時間はもう完全になくなるだろうって言われてる。っていう形でね。 まあ。沖縄にセブンイレブン。来ますね。あの。来年。ですか今現在一店舗あるの、どこに。知ってる。あるの。あれ。また。知ってる。あの。あ、知ってる。どこ。ええ。なに、セブンイレブンある。知らないな。えどこですか。え。 本当知らない本本当当にに知らないですまた2人とも本当にアンテナいや近々来るっていうのは知ってたけど全然,全然アンテナがね俺とは違うのかなアンテナの種類が違うんだって、うん、あ恩 <laughs> 女村にあるあの大学院大学はいはいはい、うん、あそこの敷地の中にあるのあ敷地の中、うん、へえ<ー>そこ唯一今あるのはで今からじゃあ増えていくこれからあの、うん、沖縄にも入ってくるからさうんうん、うん 入っっててくるるのは知ってたけど大大変変なななここととよだって王者だもんまあねそうですよね、うん、もう全国から占めれば、うん、もうセブンイレブンントツのもう独り勝ちみたいなところもあるからねうーん僕らはローソンファミマとかねしかないからね、うん、今ここも全部なくなったしね、うん、そこにまたセブブンンイレ乗り込んでくるってことは <coughs> あ,あそっかえっっっっかかか行行ててなかった30分ってなかった分あ,あじゃああの一旦ね CM 入りましょうね <laughs> めっちゃ急だね <laughs> <laughs> そう CM 行かないとそうなんだよセブンイレブンさあ、えー、もう入ってきたら、うん、え今だって今でもあここにミもあったけどないなとか、うん、多,い多いここにローソンあったけどなくなってんなってあるじゃんうん ああいうとこに入ってくるのか、うん、それかもしくはあのもう一番このセブンイレブン・ジャパンとかさこのイトーヨーカドー系列とこの大きな会社っていうのは、うん、このリサーチ力が違う,わけう、うん、この証券にどのぐらいの人がいてどう,どういう。 車の流れがあってとかってこういうリサーチ力っていうのがもう全然違うしねノウハウ持ってるんじゃないやっぱりすごいな商品力も違うしねうん確かにセブンイレブンのスティックサラダめっちゃ美味しかったよく道端でさああっはいね仲よいねなんかお話し込んでるのかなああもうねラストあと何分あと四分ですね 意外に楽しいね二人。<laughs> あまあ話尽きないね。ね <laughs> そっかもういやあのカジノの話ももっと深くしたかったんだけどね。うん、あのもう、まあ、今、えー、IR とかね、うん、そういう IR 法が通って、えー、カジノを誘致するっていうのも話もなってるから。<ー>それ沖縄にぜひカジノ入れてほしいっていうのがあるんだよね。陸、ね、さん前から言ってるもんね。そうなるとその沖縄県が運営してうん、うん、でその。 沖縄県は日本一、うんえー、所得が低い県だからだけど アパートとか普通の消費でもないじゃこれはおかしいだろうっていうことでだから一般のね電気ガス水道とか電話代とかこの一般の普通のインフラがこういうカジノの収益によってタダになるとか半分になるって言ったらもっとがね収入は低いけど生活がちょっと潤うんじゃないかなっていうのがあるからぜひね。 ししててほいなっていうのがあるんで、うん、まあその辺またあの IR 法が、ね、通ったし今後の動きっていうのはまあ政治家任せにはなるんだけど、はい、まあそのためにもねいろんな人、うん、誰を応援するかとかね、うん、こういったのを、まあ、今年も <coughs> 去年もねあの選挙多かったんだけど、うんはい、今年もね、えー、今、えー、来月の2月12日にえ浦添市長選挙、うんうん、大事なね、えー 松本市長2期目、頑張ってください 応援してます。と<お> <laughs> いうことでね、はい、まあ,あのそうなんだよもう朝からお手振りしてんで俺ねええいですね自分もウクイス上頑張りましたよ <laughs> 町のあ,<は>あ,あ,ああ,あおめでとうございます、はい、ありがとうございます <laughs> 当選しましたよあ, <laughs> あ,ありがとうってね自分言うことじゃない、はい、めちゃくちゃローカルの話だ、ね <laughs> はい、すいません <laughs> いやでも本当に今もう最中でさあれねこっち朝7時半から8時半まで1時間このお手振りして「松本よろしくお願いします」って手打って。 おはようございますって言って段このお辞儀とかこんなしてこんな何十回何百回もやったことないじゃん結構きついですよね3日目から肩は痛い首は痛い背中は痛いなん分かるだろうと思ったらただこれだけでそうですなるなる自分ウグイス城でずっと手振ってるじゃないですかずっと笑ってるじゃないですか翌日顔面麻痺みたいな <laughs> そうそう,、うん、う選挙もね、結構あ大変なんだらと思いました、ねうん。テーマパークの誘致はポシャってましたっけ？いやまだね、ねまだね、やっぱ不天間基地が変換されたら、うん、また、えー、再浮上してくるかもしれません,、うん。メッセージありがとうございます。ねえー、ありがとうございます。でカジノもあのね、えー、誘致されれば、うん、本当の意味での観光立県っていうここに。 このゲーミングが足りないんだよこれから高齢化社会になってくると海外の高齢者も、うんあのね、サンオイル塗って、あのー、ビーチで焼くわけにいかないじゃん、うん、<laughs> ゲームしてた方が楽しいわけよ <laughs> うん、うん、ショー見たりゲームしたりしてねそういった形で、まあ、将来、ね、描きながら、あのー、あっという間の1時間でしたけど来週からまたね楽しいゲストが来て。はい すごい話が聞けますので、来週さ来週は見逃せないですよ。うん、ぜひお楽しみ,楽しみに。はい、また来週。また来週。バイバイ。風いかないでね。で